皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアニメ薬屋の独り言第15話の視聴者の反応を紹介していくぜ。ぜ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。今週も頑張って起きてました。この OP 好きすぎる。特に大好きマオマオさんでも見るか。魂抜けるリーフ氏、先週のダイジェストかな？抱えられてるマオマオ提供。もう扱いが猫だ。最近マオマオさんが猫扱いされてることが増えた気がする。ニクールは全員デフォルメではなくマオマオだけ猫化してる場面が多くて楽しい。またマオマオさんが噂になってる。下女？あら噂に。羅漢が効いてる。噂になってる。やはり意外だったのか。ざわざわ。知的で冷たい目の美女。美女って話になってる。人種様、マオマオに二度と化粧などさせるものか。知的で冷たい目つきの美女。面倒そうな話になりそう。マオマオさんの噂に食いつく羅漢。前回も思ったけど死ぬほどうさんくさいなこのおっさん。カンラカン来た。あら、噂されてる、マオマオ。噂がほとんど正解じゃねえか。間違ってはいないが美女？羅漢動きます。他の宦官から見ればそりゃ下女扱いか、マオマオ目つけられないといいんだけど。ナマス？うん、羅漢の声もいい感じ。フグの毒を所望すな。フグの毒事件。フグ毒は死ぬぞ。かわいい。フグの毒が嬉しいとか。フグの毒はのピリピリしたしびれがいいんだ。フグー、死ぬぞ。ガオシュン扱いうまいな。もえええ。毒でときめくな。うせやろテトロドトキシン猛毒やぞ。今度フグ食べに行くどうでもいい。どうしたって時に使える。マオマオ、これがどうしたのですか。ピリピリするのがいいのか。毒でめっちゃ真面目になった。食えるとなるとやる気出るね。フグの毒に当たりたいの草。同僚なの？知的で鋭い目つきの果て？毒を食わす料理屋はないぞ。マオマオ可愛すぎる切り替え早くて好き。フグの毒でやる気出すマオマオそして周りもそれにて慣れてきてる。私が聞いてもよろしい問題って時に使える。料理屋で毒もらってくるのか。元同僚。マオマオさんの操縦方法が分かってきてるな。扱い方を心得てる。扱い上手。マオマオの扱いがよく分かってるがおしゅんである。お話の続きをって時に使える。テトロドトキシン摂取するなら夜3ぐらい鍛えないとな。扱い慣れている。おや、ガオシュン様が見てもらいたいのは、フグの食中毒事件の資料とな。昔関わった事件と酷似した事件、かガオシュン様、付き合い方分かってきましたね。フグのナマスなんて食べたことないな。ふむ、フグを使っていないはずの料理でフグの中毒症状が出た。しかも同様の事例が全く別の料理人と客の間で起こった。ミステリーですね。毒オタクという新しいジャンル。最近になってガオシュンがどんだけ身分高い人に近しくて信頼されてるか判明した。マジで中心の鏡。この二人いいねー。別におかしな点はないのでは？って時に使える。ガオシュン、マオマオの扱いがどんどん上手くなっていく。ガオシュンさん、マオマオの扱いどんどん上手くなってる。昏睡で済んで運が良かったね。下手したら死んでた。種類によっては全身毒満載なフグもいます。面白そうな話。ガオシュン様珍しくよくお話しされている。ヤムチャみたいに死んどるな。魚の生肉、寿司。魚の生肉。フグの肝の作画。フグ毒？フグは使ってない。フグの白子をゴミ扱いするなや。アニサキスとかか？同じ包丁使ったか？案外しっかり調べてるんだな。同じ動きで笑う。かわいい。適当な調査で犯人をでっち上げる適当な役人もいる。フグ毒は食べて楽しむものじゃありません。全く同じ倒れ方してて笑った。フグの毒はマジで危ないからね。さあ名探偵マオマオさん出撃である。ガオシュンを顎で使う女。ひょっこり人士。湯上がり人士様、ひどい顔だ。梅津タッチ。梅津和夫。梅津和夫作品みたいな顔。すごい顔、バッサリ、あ。マオマオさん過去一の顔芸で草。ひどい顔だな。梅津タッチマオマオ。いきなり風呂上がりで飛び出してきた。ガオシュンとの対応の差を感じた人士。まだ話は終わってない時に使える。人士の扱い雑で草。おめえの話はつまんねえと。湯上がり坊ちゃんめちゃ可愛い。マオマオさんに冷たくあしらわれる人士様可愛い。人士子供で可愛い。人士様ほんと不憫だわ。お風呂上がりにご飯前にとマオマオの周りをうろうろする人士様が可愛い。マオマオのことが気になってしょうがないんだな。坊ちゃん過保護に育てられてるな。人士様、猫みたいな扱い。ふてくされ人士様。ガオシュン仕事早い。そういえば今年紅白ナマス食べてないや。あ、また話してる、みたいな顔してる。また来た。わからない時に使える。なんか人士がここに来て大城全部帳にかぶってきてる。人士様ただのかまってちゃんだ。
この役人、めんどくさい、人種さん自由すぎて好き。そりゃ自分の話は聞いてもらえないからな、人の話に首を突っ込むしかない。ガオシュンも黙ってたのに、仲間に加わりたいんだな。まだ年齢的には子供に入ると思う。人種かわいいな。おい、回想ですか？で現場検証するのか。回想か、解決の取っかかりが見つかりましたね。回想ですか？回想です。 CG 回想消化できる人たちなんか。馬線、馬線、高青年だ。馬線来た。仲間になりたい、人種様。不機嫌そうな馬線。勝手なことしそう。顔だけ手書きの馬。馬が馬っぽい。一緒に乗せてくれるの優しみ。まあいいんだ、マオマオ。馬線はアニメは初登場だったっけ？長い付き合いになるよ、馬線。クソでかえ。厨房にて検証開始からの一悶着。明らかに怪しい行動である。お、攻撃的な人？旦那様の弟さんですか？いきなり責任が増えてイライラしてるんですかね？それとも犯人か？わかりやすく動揺してんな。怪しそう。わかりやすい不都合。誰ですか？弟くんです。まあ、面倒ごと押し付けられた状況だろうしな。いかにも怪しくて笑うのよ。見るからに怪しい人だな。なんだこれ。よく食べていた海藻、何かとの食い合わせで毒が出るタイプなのかしら。わはーの家騒動か。終わったなら早く帰ってくれって時に使える。いかにも嫌なキャラしてるちょびひげ。中身取ってそう。ご迷惑をおかけいたしました。ちょろまかすマオマオ。マオマオ、許可取って現場調べしてる分コナンくんよりマシ。手癖が悪いなマオマオ。持ってきたのか。好きな海藻ね、持ってきたか。メカブかモズクか。いつの間に拝借したんだ。今くすねたか。海藻を持ってきた。マオマオ盗むのうまいな。やっぱり持ち帰ってきた。おお、原作では袖に次回入れだったのに。察してくれた。人にヒントを与えて操るのがうまいなマオマオさん。察するのが得意なマオマオと同じく里井様子の馬仙様。探偵役としては良いコンビなのでは。なら私もやるべきことをやろう。私のやるべきこと、食べるのかな？食うんだろ。さすがにぬるついてる海藻を袖に次回入れはしなかったか。ラップなんてないから開始かな。コンビプレイ開始。海藻の仕入れ先で理解できる馬仙捜査官有能。素早く懐に入れたのか。マオマオ手癖。愛想がないというか、貧乏くじ引いたと思ってたのかな。とはいえ、ちゃんと心得てるマオマオの最小限の行動でしっかり証拠品を押収して出生をいぶかしむことでヒントを与えた。なんか、ちょいちょい探偵というか警察系のドラマ見てるみたいな展開になるの、面白い。マオマオの独壇場が始まりそう。この階層が何か手がかりなのか？私のやること、毒のつまみ食いですか？また新しい男が出てきた。不思議だなぁ。探偵パートがどんどん進む。馬仙が思ったより頭固くなくてできるやつになってる。誰かに似ている馬仙くん。察しのいい武官だ。人種様にはごめんけど、嫉妬してるのバカかわいすぎるなぁ。もうこの頃からマオマオの話題が宮廷であちこちで噂になってますやん。しれっと参加している人種。暇なのかな。馬仙はおバカではないけど、周りに何倍も察しがいいのが集まっているので、相対的に疑問を投げかけるキャラになるのねー。でしゃばり人種。人種様の好奇心にガオシュン様諦めモード。毒が無毒になることがあるのです。毒が無毒になる。うなぎには本来毒がありますが。うなぎかわいいです。うなぎの血には、毒があるよ。毒を持って生存戦略してるのに美味しく食べられちゃってるうなぎさん。石灰水につけると無毒。なんか楽しそう。あ、食べた。毒なのに食った。やっぱり食った。嬉しそうに食べたー。あ、三人とも顔が引きつって、マオマオ。もともと毒のある海藻も石灰水につければ無毒になると。食べてるし、わら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 。マオマオ嬉しそうなの草。ガシ、はけえ。わけえ。なんと綺麗な連携。多分大丈夫で食べるの面白すぎる。波形必死。おろろ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 。このテンポ最高。おろろろろろろ。オートプレイ。ゲロイン定期。キラキラ。ゲロインが出るアニメは。ゲロイン再び。マオマオさんはよくオートしてるけど期間とか大丈夫かな。地上波でオートするヒロイン、マオマオ。波形映画見られて満足です。海藻を石灰水につけるってこんにゃくかよ。結城葵さんにゲロ吐かせまくるアニメ。猫がなんかやっちゃった時のあれだ。あ、馬仙様来ちゃ。さすがイケボ。誰かが意図的に毒になることを分かって食べる習慣のない地方から海藻を取り寄せたと。海藻の魚のりの食中毒昔匿名リサーチ 200X で初めて知った。動物実験とかしないのか。こら、ヒント与えたから毒食べたいんを。悪い猫だ。コミカルで可愛い、可愛い。ヒロインが気軽にオートするアニメ、薬屋の独り言。そーっとつまみ食いしようとするマオマオだけど人種にバレた。
変なもの食べたがる猫いるよね。弟さんが犯人でしたか。わかりやすいな。役人の弟だったか。やっぱりか。犯人弟知ってた。けど、どこからその知識を。やっぱあいつが犯人か。怪しすぎたしな。つまみ食いしそうな猫を叱る飼い主。結局犯人だったんかい。当然の疑問だな。兄より優れた弟など存在せん。悪の組織のメンバーやな。親また出ましたね。酒場の男。地獄の傀儡師ポジションなのかしら。偶然ねえ。何？ジェームズ・モリアーティみたいなひたすら裏デート引いてるやついるの？結局犯人だったのかよあの柄悪いおっさん。偶然知った、ねえ。気な臭いやつが出てきたな。食べる習慣のない地方から、有毒の食べ物を取り寄せれば案の定。そして後目相続か、しかし馬鹿の割に妙に知恵をつけてるのは確かにマオマオの言う通り引っかかる。毒の正体は、海藻、食中毒で検索したら出るはず。冬中火葬。かわいい。まあフグの内臓の毒も塩漬けでなぜか毒なくなるからな。ここのシーンほんと好き。もはや別のキャラ。あ、お帰りなさいませ。ませ、ませ、ませ。誰だお前。脳が破壊されとるなぁ。この数秒間まるで理解できなかった。いちいち反応がかわいい。かわいい。網膜に焼き付くわ。アングルー。無駄に演技の幅を見せる勇気し、頭を打ちつけてる。珍しくウキウキで言われてヘドバン。あまりに非現実的な光景で幻覚見たと思ってそう。私のせいじゃない。ってかわいい。マオマオのメロメロ攻撃、人種にクリティカルヒット、もう人種はメロメロだった。馬が合わない。絶対羅漢だ。人種様の愛が強すぎる、そんなに大好きなのか。人種様の状況が不安定すぎて笑う。標的にされたらしい時に使える。人種様の顔のいいカットは健康に効く。ヒロインが素で可愛くなると視聴者に誰だお前って突っ込まれるアニメ。忘れようって時に使える。人種様、お気を確かに。お前のせいだよ、このバカ猫。渾身の笑顔に頭壁でやる人種とか、あ、マオマオ感づいた、けど棚上げした。マオマオが笑顔で挨拶するだけで人種様は柱に頭をぶつける。冬中火葬のこと考えて甲骨の表情でお帰りなさいと言われて人種様が必死に自分を抑えてる。お前か。あら、どっかで聞いたことありますね。ごと将棋にしか興味がない軍師。この男の名は羅漢、軍師をやっている。羅漢。怪しい。マオマオ狙いか。愚痴は聞き流す他人に話すのが一番だからな。羅漢、好みじゃない。食いついてきた名の含み笑い。親父の知り合いかと思ったら普通に義女なのか。前半と同じく、たぶらかしてる奴がいそうだな。緑髪だ。似てるな。髪の色は母譲りか。しかしそれにうつつを抜かす物好きもいるもので。いい義女でしたよ。髪の色、まさか、母親じゃなかろうな。完全に受け継いでる。ゾクゾクするでマオマオを思い浮かべる二人。人種様と同じ趣味ですな。似たもの、人種にとってのマオマオ。物好き仲間の人種様。同類だろこれ。カンラカン、物好き、誰かに似てる。ガオシュンの困り顔が面白い。マオマオのスタンドが。さてさて誰のことなんでしょうねー。そこで思い浮かべたものが正解でしたよ。なんだド M 同士か。希少価値を下げたんですよ。その前にちょっと頼みたいことがある時に使える。希少価値を下げる。羅漢の変態性癖開示パート。羅漢が飲んでるのはワインにしか見えんけど果実水です。羅漢の変態ぶりがにじみ出ているなぁ。羅漢の声優さん良いねぇ、ドンピシャのハマり役。何をした？人種様言動ポーズ。聞いたら相手の思うツボでは？マオマオさんが挑む次のミステリーは彫金細工師の遺言か。あら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 、羅漢様。まだこの時点では羅漢は次女マオマオとは気づいてない？気づいてるよね。軍師だし作り話の可能性ありそう。影の羅漢さん怖すぎやろ。何が言いたいのでしょうかって時に使える。彼女の髪の色、受け継いでるか。例えば頭の回るそちらの下女とか。受けるのか。羅漢のセリフ思うんですのすの言い方、いいわぁ。不穏すぎだろ。軍師殿さすが底知れないな。細工師の遺言の謎解きにマオマオをよこしてほしい、と言い分としては真っ当なのが厄介だ。暗雲どころか雷雲だが大丈夫か？次回秘伝の遺書読み解き。来週羅漢とマオマオのエンカウントではっちか。今回作が割と控えめだったな。こいつの言ってる義女ってマオマオのお母さんかな。勝ちを落とす方法ってまさかな。そんな下道なことするかね。考えただけで恐ろしい。今日の人種様表情がコロコロ変わって可愛いし面白い。素が出てるのと幼さがたまらん。仕事モードはかっこいい。声の高低差最高。もう一回見よう。羅漢さん、これマオマオの母親のこと言ってるのか？というか、この王宮ド M の素質があるやつばっか気が上がるな。
下げすむ顔を見てゾクゾクするってなかなかないぞ。嫌にクールゆえの贅沢な尺の使い方だよな。道中仮想の使い道で浮かれモードのマオマオの笑顔にやられた人士様、かわゆす、声を自覚したかな。今週も演出の良さに折りが散りばめられていて満足度高い。面白かった。薬屋の独り言見た。この看板は何考えてるんですかね。もう終わっちゃったしょぼん。次は鉛細工楽しみ。人士が柱に額を打ち付けていたのは、マオマオの笑顔を可愛いと思ってしまったからでしょうね。それでは今回の動画は以上だぜ。これからも薬屋の独り言についてたくさん動画を上げていくから、チャンネル登録、高評価で応援してくれると嬉しいぜ。それではご視聴ありがとうございました。